当時タイガース一番仲良かったのは誰ですか。やっぱ同級生ですね、うん、当時はやっぱちょうど寮の、ま、なんですか正面が太陽、実は太陽だったんで、うん、よく夜中ゲーム一緒にやってましたね、うん、ゲームね、はい、なんか俺はさゲーム全然、まあ、ある種世代的なものもあるんだけど、めっちゃゲーム好きなんでしょ。ゲームはよくやってます、はい、もうどこにも行かずゲームやってるっていう噂だったよそうですね、ゲームまあもともと自分ちょっとあんまり外に出なかったんで、うん、で外にあんまり知り合いもいなかったんで関西は、うん、なのでもう室内でゲームをよくやってました。何が面白いの、これこんなこと聞くこと自体がまあ種類によるんですけど、うん、ロープレイっていうか、が好きなんですけど、うんまあ、やったりやった分だけ強くなるんで、うん、その努力が報われるっていうか、うん、レベル上げをして、うん、時間かけてレベル上げたらやっぱ強くなるっていうか、うん、その見返りがあるんで、うん、やってて楽しいな。あと自分気が長いんで、うん、延々と同じことを繰り返せるんで、それ気が長いっていうのかゲーム好きでももうハマったらずっとやってられるんだ。そうですね、はい、もうレアアイテム取るまでとか。藤田太陽もそうだったの。太陽はそうでもないんですけど、うん、もう無理やり、まあ、違うゲームなんですけど、うん、ウルトラクイズって当時あって、うん、それで盛り上がって2人でやってました、ね、逆に当時めっちゃ怖い人とか苦手だなって人は言えないだろうけどな。あんま苦手っていうのはないですね。でも苦手ではないですけど、うん、まあ、高校3年の時、まあ、キャンプ2月キャンプですよね確か。その時にこう朝なんか電話かけて起こさなくちゃいけないっていう仕事だったんですよ、うん、はい、で当時、まあ、ファームの宿舎なんですけど、はい、一軍選手もベテランの方がいらして、そこに間違って電話してしまって、はい、朝です、気象ですって言ったらお前誰だって話になって、すごい怒られた覚えはあります。誰だそれ。あ、古水さん。古水さん、ああそうですか、はい、そんな怖くないじゃない彼。怖くはないです、はい、ただ怒られた、ね、怒られたね、はい、すみません。そうなんだよね、プロ野球でもルーキーとか若い子はいろんな役割があるんだよ ね、 ね、特に寮はね、はい、当時はね、K がいる時はもう JFK はバリバリだったんですよね。そうですね、2005年からですよね。ですよね、はい、あの3人もさ、勝利の方程式と言われたけど、はい、あれあのメンバーがいたらやっぱり楽だった。そうですね。あ、でもあなたはさ、だから完投したい人だからさ、役割が違って、まあ、 JFK がもう、うん、なんていうんですか、フル稼働してたんで、うん、なんとか休ませる、うん、日を作んなくちゃいけないっていうことで、うん、自分はもう長く投げなくちゃいけないっていう。ああ、逆にね、はい、彼らを休ませるためにね。そうですね、はい、ジェフはどんな人？ジェフはノリがいいですよね、何事にも。あ、うん、まあ、あの人今どうしてんのかな。確か阪神のスカウトをやったと思うんですよね、うん、すか。俺もね、現役終わってちょっとオーストラリアに行ったことあったから、彼オージーじゃないですか。そうですね、だから結構グラウンドで話したりしてね、はい、仲良くさせてもらったんだけどね、はい、で藤川、はい、引退、彼のね、はい、そういうのがありましたけど、はい、なんか球児とはどうだったんですか。球児はやっぱこう、まあ、1個下なんですけど、うん、やっぱり自分ってこう意外とこう何て言うんですかね、頑固っていうか、あんまりこう人とこううまくやっていかないタイプだったんですけど、うん、球児は逆でもう周りの先輩とかうまくこうまとめるっていうか、うんうん、何もこう波が立たないようにうまくこう調整できる選手なんで、うまいなっていう後輩ながら思ってました。で、あとは久保田君もね、はい、久保田は、まあ、自分と一緒に当時、うん、まあ、埼玉出身で、まあ、あんまり喋んない選手なんですけど、はい、やっぱりファンとのこうやじが、うん、自分と久保田と鳥谷は多かったなっていうのは、うん、え、何それ、関東出身だからではないのか、なんだ分かんないですけど、そのやっぱ3人はもう、うん、ああ、そうですか。多分その出身ではないですけど、タイプじゃないですかね。タイプか、はい、これ出身だったら多分大変な問題だと思うんで、はい、多分まあ他
他の例えば球児とかだったら、うん、あの四国なんて全然、ね、関西じゃないんで、はい、全然そうでもないし、ちょっと俺が勝手に分析するわ、井田圭、はい、鳥谷、はい、久保田でしょ、はい、どっちかならみんな寡黙だよな。そうなんです、喋らない、喋らないな、はい、もっとなんかちょっとこうなんか言えやみたいな、そういう感じかな。ファンサービスがあんまりこううまいこと言えてないっていうか、盛り上げようっていうこうヒーローインタビューでもそういうのはあんまなかった、うん、でなんかやればよかったのヒーローインタビュー。いやもう苦手なんだよ、もう、まあ、聞かれたこと喋るぐらいでしかなかったです。阪神ってさ、なんかお立ち台とか行ったらさ、なんか一発やらなきゃいけなきゃ許されないぐらいな感じがあるの甲子園球場って。いや、ないです、もう人それぞれですね。例えば下柳さんとかだったらなかなか上がってこないとか、呼ばれても行かないとか。彼、シモは何、あれわざと遅れていくの。いや、そうじゃなくてあんまり嫌がってじゃないんじゃないですかね、はい、それまでこうごねてんだ。そうですね、行きたくない、行きたくない、ね、はい、もう若いやつ行かせろっていう感じですね。で来るときはしょうがない、そうそうそう、あしょうがないなって言って、はい、でもあの人面白いじゃないですか、めちゃめちゃ、はい、言葉数少ないんだけどめっちゃクリーンヒット打つ感じだよね、はいはい、なんかね、下柳とはどうなの。もう下さんとはもう本当仲良くさせていただいて、もう同じ先発だったんで、はい、もう同じ左だし、はい、もう遠征先だったらもうほとんど下さんと一緒で、もう一緒にご飯ずっと立ってました、はい、あとまああの地元帰ってきても、うん、例えば格闘技好きで、はい、下さんも格闘技好きなんですけど、はい、勝手にそのCS がまあ当時寮になかったので、うん、下さんの家に、下さんいないんですけど勝手に入り込んで CS のその格闘技見てたとかありますね。可愛がられたんだ。じゃあそうですね、あの、うん、本当に下さんよくお酒飲まれるんですけど、うん、自分全く飲まなかったんで、運転手でずっといました、すげえなそれも伊賀系運転手で。いやでも相当あの食べさせてもらって、あその何百万と多分言ってると思います、ね、あそう、え何百万、はい、もう年がら年中そうだ。でもなそうだろうな、伊賀系と下柳で行ったらそうだろう、量は多いんで、はい、食べる量は、